あんまりポジティブになるのも良し悪しだな。いや私は調子いいですとか、なんか口出すようじゃもうよっぽど調子悪いんや。今日最近調子悪いんじゃないのって言ったら、いやもう調子いいんですよって言うやつほど悪いもんね。なんか黙ってるやつの方が強い。自分のその現状に合ってないポジティブはよくね。ネガティブもダメ。ネガティブもダメなんですって言うのもダメ。こういうの多いね。うまくいってんのに、いやダメなんですって言うやつが結構いるからね。ますね。そのせめぎ合いが難しいですね。良すぎてもやって。そう。だからメンタルばっかり強くてもダメなんや。ギャップが激しすぎるから。現状とメンタルがもうギャップが激しすぎると、うまくいかない。技術とメンタルがこう伴ってこういかないと。じゃあプロテストでこういうところをドライバー使うかどうかや。右行け。で左 OB。左の林に届かないクラブで右の池に届かないクラブとかね、そういう選択もある。これを先生とドライバーで打てるようじゃまあいいけどね、実はプロテストの時にううちょっと嫌だなとか思ったね。普段から刻むことも練習、曲がったとこから打ってないじゃないですか、テストだったら曲がるじゃないですか、だからとんでもないとこから練習した方がいいっていう。そこは刻めばいいの。一回スプーンかなんかで刻んでるの、スプーンとかバフィー、なんでもいいから。最悪を避けることも俺がするぞ。ああ。普段は曲がんないよ。はい、曲がんないです。そして、ね、プロテストで連弾してないところですから。はい、何持った ?3 です。ナイス。よいしょ。OK。めっちゃいい。いいね。ありがとうございます。あれで出ても他のこのドライバーぐらいなんだから。確かに。思わない？確かに。あなたたちなら刻んでるうちに入らない。でもスプーン持てば右警戒しなくていいじゃん、はい、鼻捕まるから右に行きにくい、はい、それだけでもいいしな、はい、広く使えます、うん、そうです。どうやって刻むんだろう。ナイス。でもゾゾ行ったんですよ、うん、あのゾゾチャンピオンシップ、うん、あいつらはもう今のゴーエさんの倍ぐらいの高さです、うん、もうここに天ぷら打ってるぐらい、やっぱり上に飛ばしてる選手は本当曲がんないです、うん、そうなんだ、はい、昔私県政の頃はもう何せ低く出すような。いや僕もそうでした。打ち込んでな、はい、もうどれだけ低くこうパンチショットばっかでしたからね。今若いやつで引くやつはねいねえもんな。ないです。だあのカルロス・フランコとか、うん、フランコね、はい、もうこんなで売ってるじゃないですか、え、それはなんでですか。なんで変わったっていうか、今そういう教えが主流だったのかわかんないな、はい、クラブも関係あるけど、もう上からぶつけろしか言わなかったから、うん、今そんな若いやつはいねえもん。いないです。でもいい。ナイス。はい、出ます。あれもうちょっとこうだな、はい、もうちょっとこうやったらライン出るね、はい、いつもよりは全然。
うまい。オッケー。だんだんゴルフになってきたよ。ナイス。これでこれで。うまい。うまい。きたー。ナイスです。ナイスバーディー。入るまで待つ。ナイス。はい。わあ。うわあ、ちょっと聞こえた。昔もよー球曲がったけど、あの当時指導って60人だからね、はい、今70人か、はい、やっぱ2000万稼がないと指導になれないからね。そうですね。それでも稼いで下手だけど指導になって、何を一番練習しましたっけ。俺はパターンアップしかないからね、グリーン外すから、どっからでも寄った。テスト合格で一番大切なことって何だと思う。やっぱこういうコツコツした積み重ねや。コツコツすること。うん。もうできるだけボディーを打たないゴルフする。一日待って2バーディーで2アンダーだ。そうだ。狙いに行って感じだって。もう。それでバーディー取れない。狙いに行くからバディ取れねえ。深いな。勝つもなんともない。これが普通。あ、でも俺左くらい。うん。完璧だよ。ちょっとでかいかな。はい、ちょっとフライヤーだな。ちょっと抑え、いやだからフライヤーかけたくなかったら、うん、ちょっとこう球上飛ばすとか、 あるいはちょっとこうスライスめに打つとかするんだけど、まあ普段からラウンドレッスンでも言ってるけど、やっぱりこうもっとこう簡単にゴルフを考えた方がいいよね。やっぱりピンにまっすぐ打つっていうのはまずその結果だからさ、はい、なんか綺麗にゴルフやろうとするんじゃないかな。だからまあ視野がどんどん狭くなっちゃうから、グリーンがあんだけ幅広いんだからさ、うん、あの空間にどうやって入れていくかって考えたらそんなに難しくないよね、うん、球打てる子はねそんなに難しくない。逆に球打てない子は難しいけど、これ補助ベッド大体サンドで持つとチャックリしてというか弱めに行って乗んないケースが多い、うん、ワンピンのパーパット14歩あ、こうなるんだって、うん、寄せようとすると、うん、うまい、ナイス。もうナイス、ありがとうございます。ナイスボギーぞ、ありがとうございます。いいですか、もう OK です。あれがナイスって思わなきゃな、はい、クソーとかもう棒に打ち上がってるとか絶対思ってる、いつもなら。とりあえず私ボギーで上がったな、自分を許す、俺みたいに許しすぎちゃダメだけどね。おいい感じ、あーナイス、ナイスパー、はい、
よくでもあの上行ったね。あの左上行こうと思ったんですけど、ちょっと右に。まあそれそうなるわな。全然的外れ。あー、なくしたよ。OK です。で十分もうその活躍できるゴルフで できてるんだから。ありがとうございます。そういうゴルフのやり方を分かればもっと上手くなるよ。もっとでもまだやるべきことがいっぱいある。いっぱいあるよ。一辺倒のアプローチの。でアマチュアとね、最近あの5本競技やるけど、はい、やっぱアマチュアの人ってその俺たちはね5本持ってても10本14本のクラブ設定と一緒ね。ああ、打ち方とかできない、バリエーション7番で100ヤードも打てば160ヤードも打つ、うん、なで8番9番持ってるのと一緒なんや。でアマチュアはもう7番は7番150しか打てないから、うん、やっぱ5本しかない。うん、俺たち10本持ってるのと一緒。50度で開いてちょっとサンドウェッジ、バンカーやるとかいろんなことができる。幅の広いやっぱりあのそういう球を曲げるとか抑えるとかなんとかをいろんなことやんなきゃ。そういう遊びをやってみる。うん、ね、堅苦しいぞ。いい若いのがもっと頭柔らかくしなきゃ。はい。